ゆっぴーチャンネル。みなさん、こんにちは。ゆっぴーチャンネルキッズ U. M. K. です。さあ、今日は鬼の選択という紙芝居です。鬼というと怖いイメージがあるかもしれませんが、どんな鬼が登場するんでしょうか。それでは、始まり、始まりー。昔、昔。 洗濯が大好きな鬼がいました。青鬼が洗濯をするとすごくきれいになると評判でした。ある晴れた日、青鬼が洗濯をしているとどこからかなき声が聞こえてきます。見ると茶色の山鳥くんがたくさん涙をこぼして泣いているではありませんか。 山くんどうしたのあおおにが聞いてもやまどりくんは泣いているばかりです。山くん、あおおにの声は聞こえないらしくずっと泣いてばかりですしかたないのであおおにはやまどりくんのたくさんの涙をせんたくしてみることにしました。 ごしごし、あわあわ、ぶくぶく、きれいになーれー。すると、ふしぎふしぎ、あわからにじがあらわれました。にじのむこうに、やまどりちゃんのすがたがみえます。ごめんね、と、やまどりくんのこえがしました。 どうやら喧嘩しちゃって泣いていたみたい仲直りできてよかったねあおにくんありがとう山鳥くんはうれしそうですそのときとても強烈なにおいがしました今まで嗅いだことのないすごいにおいです とんでもない怪物が現れました。うわあみんな急いで逃げました。でも、怪物から、助けて、と小さな声が聞こえてきて、選択お願い。 ここは、の出番です。ゴシゴシあわあわブクブクきれいになーれするとあわの中からいろんな色が飛び出してきましたカラフルな色たちが飛んでいくと怪物は 赤鬼の女の子になっていました。びっくりです。ありがとう、青鬼さん。赤鬼はきれいになってとてもうれしそうです。青鬼はとてもびっくりしましたが、すぐに赤鬼と友達になりたくなりました。赤鬼は カラフルな色が大好きでいろんな色を使いすぎて混ざってしまったようです。皆さんもいろんな色を混ぜて自分だけの色を作ってみてください。全部混ぜたらすごい色になります。青鬼はどんな色が好きだと思いますか青でしょうか いえいえ、真っ白が好きなんですって。おしまい。どうでしたか洗濯好きの優しい青鬼くん。こんな鬼だったら友達になってみたいですよね。ちなみにこの作品は宮崎市立図書館の図書館祭りで行われたコンクールの紙芝居の部高校生一般部門で 優秀賞を受賞した作品でもあります。さあ、今回のゆっぴーチャンネルはここまでです。また次回もご覧ください。それでは、さようなら。ゆっぴーチャンネル。